皆様こんばんは。本日は LJL2022 サマースプリットデイ3の模様をお送りいたします。本日も MC を務めさせていただきますのは武田です。よろしくお願いします。さあ、そして本日もお隣には、はい、アシスタント MC を務めさせていただきます清川玲奈です。よろしくお願いします。はい、本日もよろしくお願いします。さあ、そしてコメンテーターにはレボルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、レボルさん、はい、デイ2までの試合を見ているとメタの変化もあってか、ヤスオやヨネなど攻撃的なピックが目立つんですが、いかがでしょうか。そうですね、耐久力アップデート、全体的なチャンピオンの耐久力がアップデート強化されたことによって、はい、ちょっと昔だと柔らかくて使いづらいなみたいなチャンピオンも使えるようになってきたというところが大きいと思います。今後もっともっといろんなチャンピオン出てくるんじゃないですかね。なるほど、楽しみですね。はい、はい、さあ、攻撃的なピックが増えてるのに試合時間としてはちょっと長くなってきてるじゃないですか。それはどういうことなんでしょうか。やっぱりその攻撃的なアクションが相手の耐久力が上がったり、はい、タワーのダメージが強化されたことによってちょっとやりづらくなってるんですよね。なので、まあ、そこを丁寧にやっていくと、はい、どうしてもこう試合時間がちょっと伸びてしまうと。あと戦闘時間も相手が硬くなってる、自分たちも硬くなってるし相手も硬くなってるので、なるほど、まあ、戦闘時間が伸びているといったところも影響あると思いますね。だ、戦闘時間をより長く楽しめるという良さもあるということですね。そうですね。はい、さあ、ありがとうございます。さあ、本日も LJL アフターショーを行います。こちらの説明レニアお願いします。はい、アフターショーでは LJL キャスターによる試合のハイライト解説のほか、はい、LJL クールダウンのコーナーでは選手の皆さんの素顔と魅力に迫っていきたいと思います。はい、さあ、アフターショーはまあ22時頃予定しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。さあ、そして他にも告知の方ございます。よろしくお願いします。はい、まずは LJL 公式ストアからお知らせです。はい、現在 LJL 公式ストアではピンバッジ、マウスパッドなど LJL 公式グッズを販売しております。詳しくは LJL 公式ツイッターをご覧ください。はい、そしてですね、本日も LJL 2022デスクマットを実際に持ってきました。 ありがとうございます。はい、こちらになります。じゃじゃん。はい、はい、3色あるうちの1つですね。そうですね、こちらは LJL、はい、LJL のロゴのマウスパッドとなっております。かっこいいですね。はい、かっこいいですね。マウスパッド大きい方が使いやすいですからね。使いやすい。そうですね、ぜひこちらチェックしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、はい、こちらも引き続き LJL キャスターラインスタンプが好評発売中となっております。好評なんですよね。好評だとということです。はい、ラインスタンプストア、もしくは公式ツイッターのリンクからアクセスしてお買い求めください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラインスタンプずっと疑問だったんですけど、はい、なんでジャガイモなんですかね、リールさん。かわいい。なんかあれですよね、あのリールさん好きな食べ物はかなんかでジャガイモって答えた時が、あ、なるほどなるほど、あってそれがちょっとネットでバズりましたからね。バズりましたね。じゃがいもなんだみたいな。かわいい。共食いなんじゃないみたいな感じでバズって。なるほどなるほど。それでこれだから、まあ皆さんに記憶があるものがあるんじゃないでしょうかということですね。あれで前シーズンからね、レイちゃんも作ってほしいって言ってね。はい、そうですよね。ねえ、タケトさんと私の分のスタンプもぜひよろしくお願いします。なかなかカオスなものになりそうな気がします。そうですね。嘘、はい、どういう言葉にするかがね。そうですね、タケトさんはこう、まあ、非常にいつも素晴らしい MC をしていただけるんですけど、はい、レイニャンこなかなかこう突飛なことを言ったりしますので、どこをチョイスするのか大変な気がしますけどね。だからスタンプとしては面白くなるけど使いづらいスタンプじゃないですよね。どの場面で使えばいいんだろうみたいな。いや、でも作ってほしいですね。でもね、なかなかね、いいですからね。面白くなったりします。はい、はい、さあ、さらにまだ続々とありますからね。そうなんですよ。さらにツイッターでは引き続きチアボードを募集しております。はい、応援チアボード。はい、はい、インターバルなどでご紹介していきますので、うん、皆さんのご投稿お待ちしております。それではここで投稿してくださったチアボードの中から一つご紹介させていただきます。はい、じゃじゃーん、こちらになります。はい、わー、カラフルで、はい、こちらシューキャットさんの、作品となっております。プールパーティー沿いでとってもカラフルで可愛いですよね。可愛 い, いですね。可愛 い, い、うん、V3 ウィンということで、ね、夏らしいチアボードですね。本当ですね。可愛 い, い, はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんね、こちら応援チアボードでも参加してくださいね。よろしくお願いします。紹介してるもののレベルが高いですけれども、そんな高いものじゃなくても、はい、皆さんね、応援する気持ちがあれば。そうなんですよ、気持ちが大事ですかね。だからウィンとかいう文字だけでもね、いいですよ。参加してくれればもうそれでね、はい、楽しいですから、皆さんもよろしくお願いします。さあ、それではまもなく試合に移りますが、まずは本日のスケジュール確認してまいりましょう。
はい、ということでこちらの4試合をお送りします。さあレボルさん、注目カードどちらになるでしょうか。3試合目の戦国ゲーミング VS ソフトバンクホークスゲーミングですね、はい、ここはやっぱり九州ダービーというところもありますから、まあ、どちらが九州の名手なのかというところまずは1周目決めていこうと。そうですね、ただまあ SG 側の内容が非常にいいの で、ね、一方で、SHG も、まあ、前回の内容非常に良かったんですけど、はい、まあ、ちょっと SHG が SG に向かってこう立ち向かっていくかのような内容になっていくと思いますから、そこもちょっと注目していきたいですね。なるほど。あとはあれですね、2試合目、はい、アクシズ2連勝の勝ち方も良かったですから、良かったですね、非常に良かったですね、はい、あの RJ に対しては今シーズン、まあ、春は1回も勝ててなかったので、はい、中で勝ちましたから、アクシズ、まあ、この DFM 相手にどこまでいい内容を出せるのか、そして勝てるのかというのは非常に楽しみですよね。はい、さあそしてこの後行われますゲーム1、バーニングコア VS ラスカルジェスターなんですが、こちらの注目ポイントはどこになるでしょうか。そうですね、後ほど発表はあると思うんですけど、はい、バーニングコア側がボットレーナーの変更、メンバーチェンジをしました。結城選手がサポートから AD キャリーに戻り、はい、そして新たにサポートにルーザー選手が加入するというところで、はい、まあ、このボットの変更がどうなるのかというのがやっぱり一番の注目になってくると思います。なんか夏のバーニングコアはちょっとチームのスタイルがあやふやになっている部分があるので、そこまずビシッと決めたい部分はありますよね。このメンバー変更が、まあ、そこでどう出るのかというところはかなり注目のポイントになると思います、ね、この試合でビシッとこれしっくりくる可能性も高いですね。そうですね、もちろんありますよね。一方ラスカルジェスター前回のアクシズ戦だと、はい、まあ、ちょっとツイッター見たらコーチが僕のせいだってツイートされたんですけど、やっぱりドラフトのところで相手の得意チャンピオンを消さなかったことというのが、はい、まあ、最終的に試合の内容に大きく影響してしまいましたから、そういったところも含めて、まあ、自分たちがやりたいことはもちろんあるとは思うんですけど、はい、相手チームの得意なチャンピオン、相手プレイヤーの得意なチャンピオンといったところは、まあ、脅威なのであればしっかりとドラフトで消すというところをしっかりと行った上で、ドラフトの修正がまずは重要になってくるかなと思いますね。なるほど。はい、ということで新しいメンバーとドラフトどうなるかに注目してご覧いただきましょう。それではお待たせいたしました、 LGL2022 サマースプリットデイ3ゲーム1、バーニングコア VS ラスカルジェスター、まもなくです。皆さんこんばんは。こんばんは。本日は LGL2022 サマースプリットデイ3の模様をお届けいたします。実況を務めますカスリオンです。解説はリルベルさんです。はい、ジャガイモをともぐいしているリルベルトです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トモ食いなんですか。見たいですね。近くはなかったんですが。そうですね、トモ食いかーってこちらで、ね、驚いましたけども。ちなみになんでジャガイモなんですか。ジャガイモですか。 何が好きかってことですか。あ、まあ、好きだからっていうことであれラインスタンプなんですね。もちろんです、もちろんです、はい、なんかインタビューで好きな食べ物なんですかって言われた時に、まあ、ジャガイモですかねって答えたのが予想以上になんか意外だったようで。3食いける。3食、まあいけますね、余裕で。いけるんですね。朝味噌汁、はい、昼ポテト、あ、夜煮込み物、シチューとか。一番好きなのは、一番ですか。はい、長くなりそう。一番聞くの好きですよね。はい、長くなりそうなのでゲームの方に行きたいと思います。さあゲーム1、バーニングコア VS ラスカルジェスターの模様をお届けしたいと思います。まずはスターターの方を確認していきたいと思います。さあ先ほどお話ありました、こちらスターター変わっております。トップレイファーキー、ジャングルフローレス、ミッドダイス、 ADC がサポートから、まあもちろんロールチェンジということになるでしょうか。結城選手、そしてサポートにルーザー選手が加わっております。続きましてラスカルジェスターのスターターです。トップアイドン、ジャングルハチャメチャ、ミッドリキャップ、 ADC ソウル、サポートシークレットとなっております。それではゲーム1、注目選手を見ていきましょう。バーニングコアからはダイス、ラスカルジェスターからはソウルとなっています。メタの変更もあって集団戦が非常に重要なメタであるというところを踏まえての両キャリー陣を今回ピックアップしましたが、うん、特にまあ春からもずっとそうだったんですが、ダイス選手の連での安定感というのは非常に素晴らしいという中で、あとはまあそれを生かした集団戦がどれだけ行えるのかというところが一つポイントになってくるかなと思います。対する RJ としては、まあソウル選手 もうずっとですよね、レンドボールが非常に強力というのはこの RJ の売りではあります。それに対して今回バーニングコアがこうボットレーンのプレイヤーを変更してきているというところもありますから、バーニングコアとしてはそこに耐えていけるのかというのももう一つポイントになってくるかなと思いますね。お互い大戦だったら CS ディファレンス、そしてソウル選手はゴールディファレンス、まあ、レーニングのスコアはとにかくいいという中で、もっともっとここ生かしていけるんじゃないかということですね。特に、まあ、特徴として違うのが、ダイス選手はかなりファームを安定して行っていると、非常にファーム効率がいいプレイヤーなのに対して、ソウル選手はかなりキルをも取りに行くっていうところで、うん、やっぱりここは抑えておかないと、特に会社なんか使われた時には一気にキャリーするだけのパワーを持ってますからね。ここは注意していきたいですね。やっぱドラフトでもそのあたりが重要になってくる。そうですね。
あとは今回新しく入ったそのルーザー選手ですが、LJL2020 のスカウティングラウンズに出場していた選手です。まあアクシズの小塚選手と、まあ、同期と言ってもいいかもしれませんね。そうですね、はい、比較的こうタンクエンゲージサポートが得意なイメージのあるプレイヤーなので、まあ、今のメタにも合ってそうですよね。あとはパイクが非常に得意というところでも、まあ、注目されていますが、まあ、レボルさんも、ね、得意チャンピオンを消してもいいんじゃないかという話ありました。ここどうなるかです。さあそれではドラフト見ていきましょう。ブルーサイドバーニングコア、レッドサイドラスカルジェスターとなっております。サイドの選択権はバーニングコアでしたからブルーサイド選択となっています。レナータ・グラスク、タリアからエズリアルの番です。特に LJL だとこのタリアをマストバーンするチームっていうのはかなり多いイメージはありますよね。そうですね、こうルシアン、あとゼリなんかはレッドサイドのもう定番になってきているんですが、あでもこれどっちか開きますよ。開きますね。セナ・コウキ、ゼリーですかね。両方開けますか。ゼリーを番しルシアン、ルシアンに対しては一応難易度は高いんですが、キャリータイプとルルを合わせることによってレナのところ耐えていこうというのは、まあ、前からあった戦術なんですよね。あとどうしよう、ルシアン取ったとはって結構その、まあ、中盤以降も強いんですけど、レーン結構勝たなければいけないような印象もあるんですが、もちろんそうですね、レーンのところで主導権を取って、まあ、最低でもプレートもしくはキルもしっかり取ってのゴールドのスノーボールというのが求められます。おそうなるとちょっとこの、まあ、ユーヒルーザーというところも初めて出す選手陣でもありますしっていうところもあるんですが、ルシアンも取らないし、ウーコンも取らないというのはちょっと RJ が仕掛けた内容としてはウーコンかルシアンどっちかを取らせてどっちかを奪うで、ルシアンを取られた場合は当然ウーコンを取られたとしても、まあ、最近ビエゴ当てたらなんとかなるよねっていうところを考えたと思うんですが、これで RG 両方一応取れるという形にはなってますね。まあ、ちょっとそのバーニングコアボットの状況もあるので、まあ、ルシアンもしかしたら避けるかなと思ったんですが、ウーコンも取らないんですね。ここちょっと面白いですね。今のメタだとこれも国内に限らず世界的にもウーコンの評価の方が間違いなく高いと思うので、特に LJL 内だと今5勝2敗 70% 超えの勝率も起こってますからね。おこちらもルシアンは取らない、まあ、ソウルの得意チャンピオンジンクスから取るんですね。かなり両チームのなんか思惑が交差しているというか、これでルシアン波が仮に来たとしても、まあ、ルル当てれば十分耐えていけるだろうというところは RJ の計算にはあると思いますね。ただカイソですね、アフェリオス、あれなんか春のメタみたいな。そうですね、いろいろとこう特に LCK なんかではこういったドラフトされることまあまああるんですよね、ルシアンが空いてるからといって両チーム取らずにキャリー系を当て合うというところもあるんですが、そうなりますかね。ますね。さあノチラスを取ってボットレーン確定はバーニングコアです。レナータがいない中でノチラス先出しされると、まあ、ブラームで集団戦を見ようというのが最近ではかなり流行りですね。ブラミも強いですね。今非常に強いですね。例のところもこれノチラスに対してこう仕掛けて崩されるという展開は、まあ、ほぼほぼ防げますし、あとはこう構成的にジャングルかトップに結構エンゲージできるチャンピオンが配置されることが多いので、そういう意味ではこうブラムであっても集団戦でエンゲージ不足になるということも防げてますね。さあ、まあもう集団戦メタとまさしくといった状況のピックが続きますが、バンフェツ見ていきましょう。上2つがお互い隠したままですかね。あ、失礼、ジャングル がいるのでミッドとトップのソロレーンですか。バーニングコアとしてはもう1体フロント寄りのチャンピオンが欲しいです。今ビエゴってこうタク寄りのビルドにもするんですが、とはいえこう序盤からフロントラインを張るというよりはそこは味方に任せて1キル目をもぎ取りに行くという動きが主流になっているので、やっぱりもう1枚しっかりとしたフロントラインがいるとそこの運用というのはしやすくなりますね。さあダリウスはターゲットバンレイファーキンに対して行いつつ、セジュアニをバンしていくのはバーニングコア。まあ、ラスカルジェスターが、まあ、トップから見せるんですかね、この流れですと。どうでしょう。そうですね、リキャップ選手も非常にこうプールの広いプレイヤーではありますから、あとは中にはこうベイガーのようなチャンピオンプールも潜んでいるというところもあって、やっぱり先に相手のチャンピオンを確認できた方が選択できる幅っていうのは多いのかなというふうに感じますね。やっぱアーリの先出しみたいなのも MSI だとありましたよね。ありましたね、今でも使用されるチャンピオンではありますが、まあ、リサンドラっていう回答が見つかったりとかしてちょっとこうドラフトの順序も変わってきましたが、おーサイラスバンからのリサンドラバンですね。
序盤のところでも主導権が欲しいのであればここでアーリを取るっていうのも一つ選択肢ですね。ルブラン巻いています。トップからだと何か想定されますかね。アイノだとまあ先日のオーンも非常に得意というところがありますが、やっぱりナーも非常に強いですよね。そうですね、アリから取りましたね。うん、序盤のところのミト主導権を抑えることによってここはドラゴンやヘラルドを触るっていうところの選択肢もありますし、まあ、相手に一方的に触らせないというところで自分たちのパワースパイクをしっかり待てるっていうところでも今重宝されているチャンピオンですね。まあ、リサンドランバーンされていたのはピックしやすかった、しやすいと思いますね。うん、じゃあ何を返すかと。主導権諦めるっていうところであればそれこそビクターであったりアジール、そうですね、このあたりのチャンピオンでしっかり待つと。やはり先ほども言ったようにこうやっぱトップにはフロント系のチャンピオンっていうのがいないと少し集団戦での強度は落ちてしまうのかなっていう感じはありますよね。安定するのはナートとかになるんですかね。そうですね。おお。行きますか、ガングプランク。行きましたね。行きましたね。比較的ボットサイドでのアクション戦いっていうところにもこう影響を与えていきたいという狙いですかね。これでレートキャリーが3体と言えるんですかね。そうなってますね。あとは比較的受けに強い構成というふうにも見えますね。うん、アジールのディスエンゲージ、ガングプランクのアルティメットで入ってきた敵を削りながらこうビエゴのパッシブを回していくと。それに対してアイのケイルいきますか。ロックインですね。こちらもハードキャリー、やっぱりコアになればなるほど非常に強力っていうところがありますよね。やっぱり最近ケイル見ていてちょっとどうなのかなって思うシーンがあるのが、はい、うん、こうレベル16でパスウェイ来ましたと。ただアルティメット使ってるときってケイル攻撃できなくなるんですね。うんうんうん、っていうところでこう、まあ、味方に使って助けはしたけど自分の DPS が落ちてしまってダメージ出しきれなかったっていうところもあるので、まあ、そのあたりはジンクスがしっかり育つことによってこう使ったときのマイナスっていうのを打ち消せるぐらいジンクスにキャリーしてもらおうっていうところもあるのかもしれないですね。そのまあ今のメタになってその競技シーンでまあケイルが出てくるようになったと。そのケイルのウィンコンディションって改めてどういう形になるんですかね。基本的にもうレベル11になれば1対1のところは勝てるマッチもかなり増えてきますね。うん、やっぱり一番のパワースパイクと言われたレベル16でアルティメットが3レベルになったタイミングからは、まあ、DPS チャンピオンの中でもトップクラスになってくると思いますね。もう集団戦にもガツガツ参加してもらって、そうですね、ケイルで勝つと。ケイルで勝つことが可能になる形になりますね。うん、今回でいうと、まあ、アーリがジョチューバー支えつつジンクスケイルというようにキャリーを渡していくっていうようなイメージですかね。そうなってますね。あとはこう思ったよりどちらも受けに強い構成になってますよね。ラスカルジェスターの方でいくとブラームが当然いる、でケイルのアルティメットもあるという中で入ってきてもらったところに返しで入る方がウーコのアルティメットっていうのはかなり刺さりやすいので、その中で、まあ、アーリがこうきっかけを作っていけるのかっていうのも重要になってきますね。なるほど。さあそれでは準備できたようなのでゲームの方を見ていきましょう。さあ始まりました LJL2022 サマースプリットデイ3ゲーム1、バーニンコア VS ラスカルジェスターの試合スタートです。さあまあお互い受けに強い構成というところ、逆にちょっとエンゲージは少なめにはなったんですかね。そうですね、一応は RG にはウーコもしくはアーリ、うん、マリンコアとしてはノーチラスというところがありますが、こうお互いに受けが強い返すのが強いってなるとちょっと膠着するような中盤の展開っていうのも考えられますね。さあキーストーンこのようになっていますが、まあ、アジールが本当に集団戦を見たルーンを選択しているっていう中で、その他はあとオシュレットがシークレットが解放の魔導書ですね、うん、これはどういう狙いになるんでしょうね。シークレットの場合、まあ、レーンそこまでこう強引に行くっていうところがないので、まあ、ガーディアンであったりっていうのを外した上でテレポートアクションで味方のレーン、トップレーンなんかをカバーするっていうこともこう考えているようなルーン選択になってますね。実際MSI でしたかね、なんか見た気がしますね、テレポートするサポートありましたね、はい、まあ、トップダイブされるだろうっていうマッチアップの中でしっかりとそれを生かしていきましたよね。おっとルーザー、いいフックからグレイシャル発動させつつソウルにダメージですが、ソウルもルーザーに対してしっかり返します。
男の拳のスタックついていますが、スタンには届かなかったか。あと一発ですが、ミニオンのシャワーを受けた分だけソウルがかなり削られてますね。そうですね。これでレベル2先行どうなるかですが、 AI 風威ルインダー49対51、かなり、まあ、競った形。ここでシークレットが物資を取りつつ、ゾーニングレベル2先行ラスカルジェスターです。ダイスはミッドレーンしっかりと押し込んだ後、はちゃめちゃがワードにここで移りました。基本的にここからの展開、まあ、RG としては見ていきたいのがレベル6以降でアリのアルティメット、ウコのアルティメットを獲得してた段階でこうヘラルドを狙っていくと、うん、ところが一つありますよね。バーニングコアはどうですか。バーニングコアとしては確かにフリーでは渡したくないんですが、はい、ミッドウォートの主導権がガッツリと RG 側に取られている状況であればもう捨ててもいいのかなと。やっぱりレートキャリー持っているだけ、その後半の集団戦から勝っていこうということになるんですかね。そうですね。逆にここヘラルドを止めに行った結果、集団戦でも負けてヘラルドも取られてってなると、あまりにもこう序盤のテンポ渡しすぎてしまいますからね。ただ全部ギブするわけにいかないじゃないですか。トレードでドラゴンが取れると理想的ですね。そういったところでこう、まあ、一方的にならないようにと。そうですね。さあ、はちゃめちゃこの位置、ボットサイドにはフローレスが現在グロンプを買っています。まあ、ケイラこの時間帯はまあ非常に苦しいタイミングですから、ミニを押し込められつつといったファーム状況です。まあ、マッチアップを見ても少なくともレベル6まではこうレーンを押されてそれをファームしていくという展開が増えてきそうですね。レイファーキーは早めのリコールからカルを購入しましたね。これもトップだけでなく本当にいろんなレーンで見られる光景になってきましたよね。うん、やっぱり序盤の展開がなかなかこう落ち着いてしまうからっていうのはあるんですかね。そうですね。後半に向けてその時にこうお金をより稼げるような選択肢として選ばれてますね。まあ、マッチアップ的にもこの時間帯からケイルが強くなるまではレイファーキー安定して貯めれるということですね。さあ、リキュアップもリコールからミッドレーンにテレポートを使用しました。レベル6まではお互い牽制しつつのテンポになるでしょうか。ボットサイドを押し込んだのはバーニングコア、フローレスがはちゃめちゃの位置まで入っていってワーディングです。グロンプはありますがソウルとシークレットも寄ることはできそうだ。位置は見えている。コントロールワードで3人の位置確認しました。寄りはダイスの方が早いのはミッドレーン。味方の助けを借りながらグロンプははちゃめちゃ借り切りました。フローレスとしてはかなり時間を使っています。ウルフは取っていきたいでしょうか。触っていますね。はちゃめちゃも気づいた。バーニングコアのボットレーンはリコールしているぞ。リコールしきった。リキャップとシークレットで挟めそうだ。位置は見えている。フラッシングからシークレット Q、 ここはフローレスもフラッシュで反応しました。イグナイトもつけていますが CC 届きそうにはありません。かなり危ないシーンですが、フローレスうまく逃げていきましたね。ただ一連のアクションの中でこう瞬間的にアフェリオスの武器タイミングでレーンの主導権を取って相手ジャングルにワードを送ってことはできてますから、ここからの展開ボットレーンがこう情報性のところで有利になっていくというのは間違いないですね。そうですね。かなりワード今送ってますね。でこのレベル6までの展開で安定してダイスがミッドの主導権を抑え続けてくれているというのも大きいですよね。そうですね。今リキャップも寄っていた間に CS 落ちましたかね。ワンウェブほどの差になっている。ダイステレポートもまだ残しています。この状況が続くとこのレイファーキーのアイテム選択からもダイスのルーンの選択からも、まあ、レートゲームに向かって準備を整えていこうというバーニングコアのスタイルが成功しそうですね。そうですね。ここまで非常にうまくいってましたね。 RG としては狙っていきたいのが、まあ、ここからのタイミングでミッド主導権を奪い返してヘラルドにアプローチしていくというところを狙っていきたいですね。アイノとソウルもカルを購入しました。さあヘラルドまで1分30秒です。スカトルが湧いてきますが、先に構えているのはフローレス。この時点待っていますね。これは抑えることになるでしょう。
こうリキャップもなかなかダイスに対してプッシュの主導権が取れないとなると、そのヘラルド取っていきたかったのアルジェっていう話もありましたが、どうでしょうね。そうですね、あと意外だったのがこのタイミングをファームに基本的には時間を使って、アルジェとしては、ええ、ウコンレベル6タイミングでしっかりヘラルドファイトができる状況っていうのを目指していくかなと思ってたんですが、レベルも8メチ5ですし、ドラゴンに素早く触りましたね。そうですね、本当にヘラルド以上に中盤以降のこのドラゴンに対するオブジェクトファイトというところを重く見てますね。ちょっとそのヘラルドの使い方難しくなったっていう話もありましたけれど、やっぱり今多い展開としてはヘラルド取れたにもかかわらずビトの主導権ボートの主導権があまりないので、こう綺麗に3プレート4プレートで狙っていくようなアクションっていうのが取れなくなったんですよね、うん、結果としてミッドにそのまま出して2プレート、ボトにそのまま出して2プレートっていう展開が増えてきているので、まあギブする代わりに例えばボトプレート1枚取れるのであれば、まあ、割と悪くないトレンドだよねっていう展開がかなり増えてきてますね。ちょっとまあ相対的にヘラルドの価値がまあ下がったような、下がって、ただ今回に関しては RG としてはミッドにリキャップアーリーを置いていると、はい、ボトのジンクスをプッシュ能力に長けたチャンピオンなので、そういった展開作りやすいことも踏まえてこうヘラルド狙ってくるかなと思ってたんですが、これはちゃめちゃフェイスチェックになるか、幻影残しているが CC チェーンどうだ、旋風炎も使ってからここはフラッシュ温存して逃げることはできました。ただアルティメットがダウン、フローレスが触ります。ヘラルド天使バーニングコアがヘラルドファイト有利になりましたね。これはちょっと難しいか、ラスカルジェスター止めるのもちょっと厳しそうですね。そうですね、しかも一番痛いポイントとしてはこれ RJ 側が狙っていて、ソウルもヘラルドに動いていたので、カウンターアクションでボットのプレート、ボットのミニオンを取りに行くっていうのもなかなかうまく起動しないですよね。ここから早めに動いたので、まあ、この位置まで来れましたが、本来このタイミングでタワーに触ってるっていうのは、まあ、ギブしたヘラルドの場合ですよね。そうなんですよ、ギブする理想的な展開としては相手が寄っている分だけこちらはボットに人数をある程度かけてプレート1枚取ってウェーブを燃やしていこうっていうのがあるんですが、こう狙った上で潰されたので、ここのリターンは全くないですね。これはバーニングコアの準備が良かった、良かったですね、うん。さあヘラルドの獲得バーニングコアとなっています。誰にゴールド入れますかね。まあ、やっぱり3レーンにハードキャリーを置いているので正直どこでもいいっていうのはあるんですが、うん、今のところだとやっぱりダイスがずっとレーンの主導権取れている、その押しているレーンに出すだけで成立するっていう安心感がありますから、ミッドレーンのところが候補としては高くなってくるかなと思います。まあ、そのヘラルドを消される確率っていうのはかなり低いですよね。そうですね、やっぱり無理に押せてもないのにっていうので出しに行こうとすると最悪ジャングルしか吸えなかったとか、うん、もっと行くとこう消されてしまうって可能性ありますからね。さあドラゴンはラスカルジェスター、ヘラルドはバーニングコアが抑えました。瞳を持っているフローレスは現在レッドバフ、ダイスのプッシュというのが本当に安定してますね。アイノも、まあ、ケイルがレンジになってレーンの主導権というところは少しずつ取り始めましたが、集団戦中後半に強いアジールに対して序中盤で動かしていきたいアーリがこれだけ抑え込まれているとなるとちょっとやっぱり厳しいですよね。なんかやっぱりアーリってこうこの時間帯にキルですとかオブジェクトに絡んでなんぼというか、今のメタで一番の仕事というとやっぱりファーストヘラルドに対して先にポジションを取ってキャッチを狙っていくってところがあると思うんですが、さあただガンクは刺さりそうなトップレーン、フラッシュインからボレー投げはアイのうまくフラッシュアウトでかわすことができた。アルティメットも残しているのでここは生き残ることに成功、テレポートのカバーはシークレットです。しかもここアイのとしてはこれさばいたことによってヘラルドの時間がかなりもう短くなってしまっているんですよね。要するに RJ としては相手がどこに出してくるのかなり今読みやすい状況になっているので、フローレスの位置が分かればそこに対して人数をかけてこ うまくヘラルドを使わせないというところを狙っていきたいですよね。さあフラッシュはトップとジャングルの交換にはなっています。さあ残り4分の1ほどです。ヘラルドの瞳、シークレットがフローレスと並行するように動き続けている。位置をもう一度取られることはできるか。続いてのドラゴンまで40秒ほどです。ボットに出すことになるでしょうか。
ワードに映ってますね。ミッドになりそうですね。位置を変えてここに召喚、テレポートでリキャップ戻ってきます。シークレット近くにはハチャメチャもいますが突撃はできそうだ。ダイスもタワーの範囲内でしっかりとゴールドをもらうことができました。バーニングカードしても最低限のヘラルドの使い方というのは十分できたと思いますね。さらにリバーの中の視界といったところもバーニングコアが取ってますね。ここからアルカルジェスターが取り返しに行きますがトリンケットに姿はギリギリ映りませんでしたか。さあスカトルを抑えているのはバーニングコア、ドラゴンアップしています。ラスカルジェスターが触っていく。ダイスはテレポートでレンに戻っています。フローレスボットレンサイドからルーザーとともに忍び寄ってきている。残り1600というとラッシュでしょうか。パックンチョッパーを置いてゾーニングしながらハチャメチャがドラゴンを抑えました。リカップ仕掛けていくのはダイスですがうまく脱げ伸びている。チャームをここが決まらなかった。フックをルーザー決めているぞ。シークレットノックアップから一気に体力削られていく。これは氷河のレッグを打ちましたが耐えられない。ファーストブラッド獲得はフローレス。刺激どうだ。ソロに対してスローが入って男の拳のパッシブも入った。ここはハチャメチャが幻影を使ってソウルを守りました。ドラゴンの獲得はラスカルジェスター、キルはバーニングコアとなりました。トレードとしては RG が若干を得はしていますね。2つドラゴンを重ねたことによって、まあ、この後の展開ドラゴンベースでゲームを進めていきやすい状況にはなってますね。リプレイです。先にポジションが取れたパックンチョッパーで無難できたというのが本当に大きかったですね。ただここでアーリの仕掛けリソースっていうのをダイスが全てさばき切った後でのカウンターなので、うん、ちょっと RJ としてはここを抵抗するパワーは残ってませんでしたね。これバーニックはこのドラゴン前のポジションを取り続けるっていうのは難しかったんですかね。あまり狙っていなかったという方が正しいかもしれないですね。やっぱり本命としてはキャリー陣の装備がまあ最低でも1つできれば2つ整ってからっていうのが本番の構成になってますから、3つ目からはさすがに渡すわけにはいかないというところで、まあ、しっかり時間使ってくると思いますね。うん、さあフローレスダイスミシックアイテム完成しています。ラスカルジェスターでリキャップがエヴァフロストができている中でヘラルドまで25秒ほどです。ヘラルドを使ってタワーの破壊まで狙えそうなのはこのミッドのアウターぐらいですかね。そうですね。バーニングコアとしては2つ目のヘラルド取れた場合はこうミッドを確実に破壊していくというところに使ってきそうですね。現在のゴールド状況です。ミッドは800から900ゴールドほど勝っているのがダイス。先ほどファーストブラッドったこともあってフローレスがかなりゴールド勝ってますね。あ、本当ですね。ボットとではソウルがやや300ゴールドほどリードを取っていました。ダイスのプッシュは止まらない。チャームはフローレスに当てて仕掛ける機会はリキャップ与えませんでした。アルティメットのクールダウンは上がっています。フローレスが寄っていることもありますがミッドの主導権をリキャップ取り返すことができません。ワードを消してヘラルドにフローレス触っていきます。ボッからの寄りが早いのはラスカルジェスターです。一度引きます。夕日はプッシュの判断になるでしょうか。このソウルとシークレットの動きはワードによって捉えることができているバーニングコア。ここ BC としてはヘラルドを渡した上でボットのファーストが取れるのであれば十分なトレードと考えていると思いますね。ソウルも対応したようですね。アウタータワー守れています。南屋が続いています。アイノはレベル11になれました。ただやはり夕日はもう寄るつもりがないような動きしてますよね。うん、ワードのスタックも、まあ、シークレットもなくなったということでリコールに入りました。一度ブレイクしたような状況になりましたね。このヘラルド互いにとってはどういうヘラルドなんでしょう。 RG は欲しいんですよね。というのはもうバニコアに取られてしまうと、うん、3つドラゴンスタックしてこうどんどん有利にゲームを進めていきたい RG としては次のドラゴンタイミングでヘラルドを出されてポジションを1回取られるっていう展開が一番嫌なんですが、 BC としては最悪そうなったとしても構わないと。それ以上にこう夕日やダイスっていうところの装備を優先している形になってますね。ここでルーザーがボットサイドにいるのもそういうことですかね。そうなってますね。あーもうフローレスもボットサイドに流れてきますね。なんならシークレット捕まえたディバインサンダルできているのでいいバーストだ。
このプレッシャーもあってソウルはやや引いた位置にポジションを取っています。追い出されましたね。今ルート的にサポートのカバーも遠回りさせられましたし、本当に瞬間的に何人いるかわからないっていうところで、こうどんどんと駆け引きの面ではバーリンコアが有利になっていってますね。一斉砲撃もありますからね。ホットサイドでのアクションはこれ確かにバーリンコアがかなり強いですね。あ、そのままドラゴン前のスカトルをバーニンコアが取りました。フローレスがスカトルを取る確率っていうのはかなり高いですね、この試合。そうですね、やっぱりミッドのダイスが常に取ってるからですかね。ここまで抑え続けているっていうのも本当に序盤での MVP は間違いなくダイスですよね。視界で相当有利ですよね、この状況。結果としてミッドジャングルのこの有利っていうのがボットのところまで波及していってますからね。さあ、トップサイドはアイノが押し込んでいる。トップレーナーお互いにテレポートはありますが、レイフアーケナ一斉砲撃での参戦も可能だ。ドラゴン前陣取ってるのはバーニンコア。シークレット Q がルーザーに当たったり、キャップのチャームはスリトラッシュから狙っていた氷河のレコフックがここは届いていないが、爆雷素晴らしい打ち上げだ。そこからルーザー生き残ることに成功、返り討ち。レイファーキーはまずは記録獲得してから乗っ取った風でチャームを決めて、アイノここはアルティメットを使わざるを得なかった。フラッシュアウトをしますが生き残れない。ヒューヒがキルを獲得、2キルはバーニンコアです。そのままドラゴンも抑えられそうだ。BC の理想的な集団戦の形でしたね。相手に入らせて、そこを農地の爆雷でカウンターしつつ、一斉砲撃も乗せておくと。ルーザーいいカウンターになりましたね。完璧なカウンターでしたね。リプレイです。まず先にポジションをしっかりと陣取る。その上でこうバロンを始めることによって相手を誘うような動きになってましたかね。無理やり当たりに来たところ、本当に完璧なアルティメットですね。しかも驚きなのは、はい、この集団戦でアシールドアルティメット使ってないんですよ。まだ集団戦においての余力を残した状態でこれだけの集団戦ができたというのも非常に大きかったと思いますね。こう一斉砲撃と今の爆雷で全く踏み込めませんでしたね。完全に手前で止められましたね。はい、さあこれでゴールド差ぐっと開きましたよ。しかもダイスにこれで2コアが入りましたね。これは本当にダイスが主導権を渡さない、そこからフローレスの連携といったところの強みが生きてますね。生きてますね。さあゲーム時間20分になってまいりました。コアも揃い始めてくる。これバーニンコアが、まあ、強気にもう俺たちいけるぞという判断になるのはどういう部分なんでしょう。まあ、やっぱりAD キャリーとあともう夕日の装備もそろそろ通行入りそうな勢いですし、ダイスも装備整っているというところで、ミッド周辺での視界、あとはこうダイスがいるレーンの、プッシュ時計というのが抑えられますから、どんどんとこうゲームを進めていっていい展開になってきてますよね。もうファイトできるところは全然やっていいと、十分バーニンコア狙っていきますね。それに対して逆に RJ としてはこうアーリーのパワースパイクというのがもう終わり始めているんですよね、うん、ただケイルを持っているので、はい、最後半はケイルジンクスというところでもうワンチャンスあるというふうに考えているでしょうから、そこまで逆に言うとバーニンコアとしては持っていきたくないですよね。まあ、ただ難しいのはやっぱりケイルはレベルっていうこの時間がどうしてもかかる部分、どうしても時間がかかるので、そのこう古代時間に対してバーニンコアは有利をどん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 スノーボールさせていきたいですね。ここからアイノがいかに効率よく経験値稼げるかっていうのも重要になりそうですね。そうなってますね。寄ってしまうとやはり遅れますから。うん、バーニンコアとしても少しこうゲームを進めていく上で難しいのが、はい、ドラゴンまだ1スタックしか取れてないんですよ。オールエフアキ強気に2連3、もう一度タルを当ててアイノ追い詰めていく。フラッシュありません。アルティメットを使わせて視界がないのでこれ以上追いませんでしたが、1対1勝っていきます。これで使わされましたね。ケイルのアルティメットが上がるまではなかなかこう1対1で睨み合うというのも難しくなりましたね。さあバロンは湧いている。クラウドドレイクまで1分50秒ほどです。これもしバロン触ったらめちゃくちゃ早いんじゃないですか。アフェリオスも武器はいい、ダイスも装備は揃っている、チェックはできているラスカルジェスター。ケイルのただアルティメットがない。
テレポートはもうすぐ上がりそうですが、フローレスのスタンはシークレットを捉えるには至っていません。一度キャンセルです。ここからのバニングコーナーの狙いとしては、ドラゴンが湧く時間を除いてはこうトップサイドの敵ジャングルをしっかり抑えていって、トップのアウターインナー狙いつつ、相手のアクション次第ではこうバラも狙っていくというところが考えられますよね。ラスカルジェスター、このなんて言うんでしょう、リバーを境にそれより前敵陣地側にワードを置くっていうのは結構難しくなってきましたね。難しいですね。あとまあもっと言うと無理する理由は一つないのかなっていうところありますね。あ、まあケイルのファンもまずは待ちたいと、あとはソウルのファンも待つっていうところで、まあドラゴンギブしてもいい、やばいのはこうバラを取られることだけなので、そこだけはしっかり止めつつファームの時間っていうのがあと10分欲しいですね。さあ耐えていきたい RJ、 バーニングコアはまあ取れるオブジェクト全部取りつつファイトが狙えればですか。ただファイトしてくれる状況というのがこれドラゴンではなかなか見込めないので、はい、先ほどのようにバロンでベイトする、もしくはそのままスティールで取ってしまうというところがこうメインにはなってくるかなという感じがしてますね。ドラゴン湧きますが、もう陣形の取り方は完全にバロンサイドですね RJ は。そうですね、もう下サイドでもう取られているかもしれないというところに張り合うよりは、まあ、ドラゴン行くんであれば上サイドの視界を広げようというところで動いてますね。お、でも触りましたよ。ただバレた。すぐさま確認しているバーニングコア、キャンセル入りそうだ。フローレスの位置見えました。ただレイフワーキー面白い位置、一斉砲撃はバロンに打っての確認になりました。アルティメットがダウン、ここをどう捉えるか。おっとフラッシュインフック捉えたぞ。そこからの爆雷発射でソウルまで打ち上がっている。ただダメージ少し足りていないか。ルーザーもイージーの状況から、ここはソウルがアルティメットで1キル回収に成功です。はちゃめちゃも瀕死の状況か。ジャングルの中へ逃げている。追っていくのはフローレス、スタンは届かない。1キル獲得はラスカルジェスター。こうドラフトでも話した通り比較的両チームとも受けに強いっていう中で、今一斉砲撃がなくなってから仕掛けてしまったんですよね。なのでこのチラスのこう無理やりの処刑に対してガングプラークのアルティメットで合わせていくっていうところがなかったので、ちょっと無理な処刑になってしまいましたね。ただトップサイドに RJ を完全に引き剥がしたので、インナータワーをそうですね取れたっていうところは少し大きいですね。レイファーキーが破壊に成功、ユウヒキがクラウドレイク触っていましたが間に合いませんでした。一度リセット。ただフローレスも合流ここにできています。ルーザーが遅れている。ただリキャップもいませんね。テレポートはありますがファイトするでしょうか RJ。テレポートを使ってリキャップ参戦してきます。さあ2700か2300といったところ、ドラゴン一度リセットが入った。フッカギリギリ届かなかった。パックンチョッパールーザー捕まっていますが致命傷にはなっていない。ドラゴンはここはちゃめちゃが抑えていきます。さあこれで3つ目のドラゴンを RJ 取ることができました。瞬間的にトップサイドでのポジション有利バーニングコアが作れるので、まあ、もう一度こうバロンベイトのような形を狙ってそうですね。さあ夕日は通行は完成、ソウルは通行に BF ソードまでできている。おっと夕日狙われた、これはフラッシュアウト。ただリキャップに対してフックは捕まっていますが、爆雷発射まで打っていく。ただスピットラッシュで逃げていきました。お互いにまた一度距離を取る状況になります。フラッシュダウンは夕日、直近の5分間でいうと RG はかなりうまくやってますよね、うん、相手にバロンを触らせるような展開っていうのをうまく避けつつドラゴンまで確保しましたから、これでケイルが、ただまあグループしている分でケイルのレベルはあまり伸びてないですか。そうですね、レイファーキンの方が15レベルと先行しています。グローバルゴールドもただバーニングコアからすると離せていないというべきなんですかね。そうなってますね。基本的にはアウタータワーが一方的に取れている分だけミト主導権っていうのは非常に取りやすい状況なので、しっかりとそこからトップサイドの視界を広げるっていうところで、まあ、トップのアウターっていうところをまず取っていきたいところですね。さあ愛のレベル15になりました。一度ドラゴンギブしても全然余裕はありますね RG としては。そうですね、ええ、
アーリーのまあパースバイが苦しいという話がありましたが、ケイルが育てば問題ないんですかね。そう、パワーシャソウル、いやシークレット捕まったが味方によっていくが、ルーザーのフックここで捕らえた。かなり無理に倒取りに行きましたね。バックンチョッパーに引っかかりませんが、さあサポート、シークレットがデッドしている。アイノは歩いて寄ってきていますが、バロン触っていくのはバーニングコア。もう一度フックで狙えるか。一斉砲撃、ゾーニングの形になっています。バロンラッシュになるでしょうか。フックからハチャメチャを捉えている。そのままバロンラッシュへ取り切ったのはバーニングコア。アルティメットを使ってハチャメチャ回りました。そこから旋風エンブレバックラインを狙いに行きますが、ダイスが少し離れているか。それでもリキャップ最後方まで取り込んでいますが、フローレスを仕留め切ることができませんでした。ただアイのいい位置取りだ。大叩き決めることができていますが、ここで捕まった。ダブルキルは夕日、生き残っているのはハチャメチャのみ。ここで倒して4キル、そしてバロン獲得。バーリンコア、レイファーキーのアルティメットとルーザーのアルティメットの使い方が非常に良かったですね。良かったですね。バロン体力4500前後のところでこう一気に打っていくことによって、相手をゾーニングしてしっかりとまずバロンを抑える。それに対してこう無傷でバロン持って帰られたくないですから、 RG としては戦っていくんですが、そこはダイスがうまくこう姿を隠しながら自分が狙われないようにしつつ、敵リソースが減ったのを見てこう判定していきましたね。さあそのままミッドのインヒビタータワー、さらにはボットのインナータワーも破壊できそうです。リプレイ、まずタワー下ですね。かなりやっぱり強引にタワー取りに行ったな、ね、ちょっと焦りもあったのか、そういう風に見えましたよね、うん。まあ、一番こうキャリー能力が高いダイスがトップにいたっていうところもあったんでしょうが、これに対して一斉砲撃、無理やり越えてこようとするところを的確にルーザーが抑え込むっていうので、まずはバロンを抑えて、ここからダイスが自分がフォーカスされないように横の位置取りながら、ウーコンがもうスキルなくなったよって見るのを見てから反転していきましたね。両、まあ、バニコアとしては本当に両キャリー、ダイスと夕日が無傷な状態で戦えていたというのが本当に大きかったですね。最後ダイスのアルティメットも綺麗でしたね。見事でしたね。さあリプレイ終わってバロンバフ残り1分ほど残していますが、すでにバロンパワープレイ5000ゴールド届きそうです。インヒビターは譲るしかないでしょう。さあミッドのインヒビター破壊に成功。ここはアイノはもう自陣に戻さずにインナータワーを狙わせます。オブジェクト賞金もついていました。ブルーチームのタワーが破壊されました。レベルは16になっています。ケイルの時間ではありますが、こういうシーンアジルのパッシブ強いですよね。強いですね。ボットのウェーブを作るタイミングでミッドも同時にこう作っておきたいんですが、本来なら難しいところをタワーを立てることによって作っていくと。あ、ここでドラゴンはバーニングコアになりそうですが、ゴールド的にはかなり取り返しましたね。おー、メガデスロケットタイミングはバッチリでしたが、しっかりとフローレスが抑えました。オブジェクト賞金も取ったので、バロンパワープレイはかなり落ち着かせることができたようですね。そうなってますね。ただまあバロンを取った成果としてミッドのインヒビターをして獲得できていますから、十分にゲーム進められたと言っていいと思いますね。ケイルのレベル16っていうところまで到達はできたんですが、これで現状どうですか。まあ、有利なのは間違いなくバーリンコア、ただ RG も戦えないというほどではないのは間違いないですね。ソウルも3コア入ってますし、あとはこういかに自分たちの形で戦っていけるかなんですが、おっとチャームからここはフローレスを捉えてアルティメットを使わせることに成功。ただそのお互い受けに強いっていう話がありましたが、やっぱりその後衛を借りに行くのが相当難しそうですね。あれ難しいですね。しかもこれもうずっと主導権取っているのがバニンコア側なので、今でいうとタワーを殴りに来る相手に対しても当たらざるを得ないんですよね、 RG が、うん。なのでこう CG ディスエンゲージのような形っていうのがもう成り立ってしまっているというのがこう BC の今有利なポイントですね。さあレベル17同士火薬だれ、すごいダメージだ。もう一度タロー出して2連鎖、もう一度当てる。タワー守ることに成功。フローレスこれ囲い込みそうですよ。他のメンバーはバーニングコアトップサイドです。ダイスはリコール入ったら一斉砲撃まで使う。さあ2対1、スタンを決めてアルティメットキリ、いやオートアタック痛すぎる。なんだそれは、こいつはびっくり。
レイファーキーを刈り取って愛の生存、なんならシークレットソウルがやってきそうだ。これは予想外ですかね、バリンコは。最後の最後の瞬間までは、はい、やっぱりこのケイルのインファイトのパワーというのを警戒して、レイファーキーずっと距離を戦い取りながらダメージを与えてたんですが、フローレスが合流してきてくれて、これ捕まえたと、そう、近づいた一瞬で返されてしまいましたね。いやこれがケイルなんですね。これがまあケイルですね。あとはやっぱりこうどうしてもここまでゲーム時間が伸びてしまうという今のメタに合っているチャンピオンというのは間違いないですよね。さあ今の2対1をまあ押し返したというのは状況変わりますかね、何か。まあ、サイドのコントロールっていうところに対しては1対1だとなかなか厳しそうだなっていうのは一つは見えてきましたよね、うん、なのでまあうまくレイファーキーとしては樽を当てて体力、相手を体力削ってから主導権奪いに行く、もしくは人数かけるっていうところが必要になってくるので、まあそれに対してバニコアとしてはケイルがいるボットレイには近づかずにスーパーミニオンが出ているミッドとトップ、もしくはまた次に湧いてくるバロンっていうところでゲームを組み立ててくると思いますね。さあレベル18です。アイテムも4つ完成しています。ラスカルジェスター、さらにこの後ドラゴンが取れればソウルですが、バロンはすぐさまバーニングコアが触っている。ユーヒトダイフ2人で結構今確認しましたが、もう2600枚来ている。ハチャメチャスティールできるか。いやフローレスが抑えた。一斉砲撃かなりのダメージ、これはソウルゾーニングをされている。 RJ 前には出られません。ハチャメチャフラッシュアウトで生き残ることに成功です。バロン獲得はバーニンコア、ミッドレーンに戻る時間少し遅れているのを使ってタワー破壊に成功。ラスカルデスター横からフローレスが近づいてくる。スタンは決まっている。これはソウルを捉えているぞ。盾を張りながらシークレットが何とか下がれたら、そこに対してのフックだ。フローレスが横からゾーニングをかけている。そういたしはちゃめちゃアルティメットの対応、ルーザーストップウォッチの後ですが、ここを刈り取られて1キル獲得はソウル。前に出ていくのリキャップですが、スタン死者当たったか。いやここは逃げ止めることができている。1キルの獲得はラスカルジェスターですが、それ以上は攻められない。クラウドドレイクまでは50秒です。今の集団戦を見てもやっぱり飛び込んでいった方が負けやすいってい う、 もう構図になってますよね。なんか逃げられなくなってますよね。そうですね、やっぱ入ってきたところに対して受けるのが強い、そう逃がさないっていうのが両チームとも強いので、だこうなるとやっぱりトータルで今バロンを持っている、 CG の状況まで持っていけるっていうところでバーニーコアがこうそれをうまく活かしていけるかどうかですね。さあクラウドまで20秒です。ストップウォッチ、AD キャリーともに残しています。スローが入ったパックンチョッパー、これはつながらない。アイのドリギャップもミッドレーンに合流してくる。フローレスの位置はワードで見えています。あーもうドラゴンはとにかく行かない。おっと今フローレスに当たってたらワンチャンスありましたね。ありましたね。さあただドラゴンの獲得はバーニングコア、ただタワーを取っていくラスカルジェスター、リキャップが道を封鎖するようにジャングルの中に隠れている。インヒビタータワーまで破壊に成功。フローレスの位置常にワードを抑え続けています。横からスタン狙えるか。リキャップ取り残されているぞ。捕らえた。ダイスのダメージはスピリットラッシュで逃げることに成功します。タワーの破壊から引いていくのは RJ。 さあレッドバフはソウルを抑えることができました。バロンバフを持っているのはバーニコアだったんですが、常に抑え込まれていた中でここで攻勢に転じたいところ。残り38秒です。横からハチャメチャが見ている。バレていないか。いやー回復だ。いいダメージだ。フローレスがハチャメチャの位置を見つけました。リキャップも横から狙っています。インヒビターを取りたい。砲台ミニオンが少しずつですが削っているが、サイドからとにかく相手を入れないぞとレイファーキーが見ています。回復だ。いいダメージだ。一番の発砲を待ってレイファーキーデッドしそうだ。ゲイルフォースのダメージは足りませんでした。ここでハチャメチャが前に出て旋風 M 使うんですが、一斉砲撃によってリキャップデッド。さらにはハチャメチャも、いやレイファーキーの火薬だるがとんでもない。2キル獲得バーニングコア。インヒビターも取れます。
ツバメガスロケットは直撃しますが、ダイスここは生き残った。あー、ただこれによってまでは取れない。取りたいがどうだ。夕日少し無理をしていますが、味方が合流して取ることができました。おっと、ボットレーンではフローレスが瀕死になっていますが、ここに対してダイスがテレポートでやってくる。パックンチョッパーはギリギリの位置なのでストップウォッチを一度切ります。そしたらゾーニャを切って一度回避、立て直しましたが、バロンバクはまだありません。あ、もうありません。ただ2人がデッドしている状況。ラスカルジェスター、フックは当たらない。シークレットもこう味方にと逃げられますが、タワーの破壊成功。バーニングコア、さらにはインヒビターもこれで2つ破壊に成功です。今ミッドレーンでの長い睨み合いのところで、両チームとも相手に仕掛けてきてほしかったんですね。はい、っていうところで地味にこうポーク合戦のような形になってるんですよ。 RJ としてはジンクスの射程を生かして、ただ BC としてはこのタルと、あとアジールの長射程のキューを生かして2対1の殴り合い、個体量削られたところにもう当たるしかないということで、アチメス選手飛び込んでいったんですが、まさにこの形っていうのをバーニングコアは狙っていた形ですよね。いや、ガングプランクのポークってなかなか効かない。なかなか効かないんですよ。やっぱりこう横から入らなければいけないからこそ、あの立ち位置するしかなかったんですね。そうですね。しかも面白いのが、両チームとも当たってきてくれた方が幸せの形が良くなるって奇妙な形になっているので、こう本来ポークチャンピオンの射程ではないチャンピオンっていうのも少し前の立ち位置が取れるというところもありましたね。さあドラゴン、これで3対3並びました。あー、なるほど、フローレスがミカエル持ってますよ。サポートに徹しているっていうのと、あとは結局、はい、1キル取って相手に乗り移ってしまえば自分の装備関係なくなるので、確かに、なので睨み合うところでのこうキャッチに対しての安定感っていうのを優先させますね。さあミッドレーンを RJ 押し込んでいたんですが、トップにバーニコアが大人数見えたのを見て、一度リコールから、まあ、まだオブジェクトまでは時間がありますね。バロまで40秒。いや、フローレスがかなりプレッシャーをかける。これどうでしょう、トップサイドのジャングルの中の視界取れますかね RJ。 ほとんど取れないと思いますね。ワードは残されています、リバーのあたりに。クコアとしてはドラゴンにこうターンを使っても時間の無駄だと思うので、ええ、基本的にはトップの主導権を抑えつつ、まずはバロンを狙っていく。なんか3人ゾーニングしてダイス勝ってませんか。勝ってますね、まあ、後ろに何人いるかわからないっていうプレッシャーも込みではありますが。なるほど。さあ触れば早いぞ。フローレスが黒き霧を出した。ただトリンケット位置はバレている。火薬ダルを準備して待っている。フックからの火薬ダル、どうだ。ここなんか防ぐことができていますが、一斉をいいゾーニングまたしてもされている。はちゃめちゃはアルティメットアイノからもらって耐えることができました。バロンはリセットされています。もう一度だ、分かってはいる。ここでリキャップ捕まえていきたい。落とし切った。まずはルーザーをデッド。1キル取ったのはラスカルジェスター。バロンもう一度ストップ。一斉砲撃がもうありません。ユヒもアルティメットを切っています。お、それでも触る。ミニオンは到達し始めていますね。このミニオンリコールさせない動き。この体力4000まで減った、4000まで減った、2700といったところ。おーっと、ここで取り切った。ラッシュが早い。はちゃめちゃ入ったが、すでにスマイト打つ対象おらず、夕日がバロンを抑えました。今のワンシーン、こうソウルの戦術理解度の高さっていうのがちょっと裏目に出たようなシーンでもありましたね。一度ミッドに行ってプッシュを行ってましたよね。いや、今ドラゴン狙いに行っちゃったんですよ、ね、あ、なるほど。4対5で中アルティメットをまあお互い吐いたような形、うん、状況が有利だと相手諦めるだろうと、その間にドラゴンを取って、おっとこれ怖いんじゃないか。あー、コーテルブスレ3人だ。自身は生き残れるか。ゾーニャを切っている。シークレット取り残されている。復活するのはソウル。ただそこに聖なる審判相手、ソウル生き延びた。生き残った、生き残った。こっから逆襲だ。一気に攻めていく。スーパーメガネスロケットフローレスを捉えて、ケイルの強さ、ソウルの強さ、ここで爆発。4キル獲得、ラスカルジェスター。レッドチームのタワーが破壊され、これ本当にタワーの状況を見ると圧倒的にバーニングは有利なんですが、まだもうワンチャンスありそうですね。今のを止めたのであれば、そうですね、ネクサスタワーは1本折れました。いや、間に合いましたね今の。いや、本当によく間に合いましたね。いいプレーです。
最低限ドラゴンだけギリギリ取って撤退戦っていう中でダイスの非常に綺麗だこれ仕掛け見えましたけどね見えたんですけどねここからガーディアンエンジェルからアルティメットいや長すぎるそして全てのフォーカスがソウルでいっていたので相手のスキルがないっていうところに対してこう間も十分にダメージ出しましたねとんでもない時間稼がれてしまいましたね結果的にそしてラストチームアイドあれだけこう味方も援護していたように見えて5400ダメージアイノなんですねこれがケイルなんですねあしかもミッドバットのインヒビターも湧いたのでこれ若干 RJ が有利になっているようにも見えますね有利になってきちゃいましたかミッド周辺の押し込みが作れると RJ としてもこうシンクスの長射程のポークを生かしながらコバニコは追い詰めていくってところも成り立ちますしフルビルドもソウルが完成してますね夕日まだ素材なんですよラストウィスパーがもう少し欲しいところですねもうただダイス見てくださいはいもう靴打ってフルビルですアジール対ケイルですかそうなってますねさあ、まあ、屈指のレートキャリー同士のダメージの出し合いになるんでしょうか本当に面白いですねアジール対ケイルのキャリー合戦、はい、ガングプランク対ジンクスのポーク合戦みたいな形になってますね面白いですねさあキャリー陣お互い神格同士どっちが強くこの集団戦立ち回れるのかラスカルジェスターが視界の有利を広げ始めましたフローレスも駆け引きはしていますがさすがにあの状況で姿を現せられないインヒビターが復活まで2分50秒ですミッドレーンバーニコアサイドおっとリコール止めたわしかもリコールしてしまったただシークレットが近くにいるアイノもまだ残っていますおーっとテレポートが面白い位置に入っているぞ挟み込めるのかこれはソウルが間に合わないかもしれない一斉砲撃動きを止めたまずはレイ・ファーキーとアイノそれに対してダイスも入ってくるが聖なる審判でかなり生き延びることができている挟み込んだ状況ただスーパーメガで作ったレイ・ファーキーに直撃だそれでもダメージ出せるかなんとかケイル落とすことには成功そこからダメージ出していや強すぎるクローレスが乗っ取ったアイノがあまりにも壊れているなるほどケイルキャリーです結果的にはケイルが勝ったただその体を持っていたのはフローレスでした今のシーンレイ・ファーキーのバックライドの言葉判断が非常に良かったですあれで結局ケイルのアルティメットほとんど無駄に使わせられたんですよそうですねなんで亡くなった瞬間にリソースを投入して落としてあとはもう乗っ取ったフローレスがキャリーしていくといややっぱビエゴってずるいですねまあこれが強みでもありますからね、さあ45分ロングゲーム制したのはバーニングコアとなりました。本当にこう今のメタを代表するような一戦でしたね。そうですね、やっぱり今までと比べると集団戦の概念がかなり変わっているんですよね、うん、特にあのボットその奥深くでダイスが仕掛けたような集団戦、今前のパッチであれば、前の例えば MSI ゴールのパッチであればあれ決まったら絶対勝ってたんですよ、うん、ただあれだけのエンゲージを決めても返されてしまう可能性がある、そういう構成をお互いが作ってくるっていうのが今のメタになっているので、どちらかというとポークディスエンゲージの構成で削って相手がもう当たるしかないよね、もしくは撤退するしかないよねっていう2択まで追い詰めるっていうのが一番こう理想的な構成作り方なのかもしれないですね。あとそのエンゲージツール
を持たせるっていうのも結構難しくなったじゃないですか、今のメタで。トップにもやっぱりキャリーが出てくるようになったので、どうしてもこう少なくなるっていうのがなんかより色濃く出てましたよね。その中でこうウィーク2の LJL でよくあったのがトップにセジュアニ、ジャングルウコ、ミッドにヨネっていうところで、逆にこれはもうエンゲージ型の構成ですよね、まあ、オールインみたいな状況になる。ただその構成に対してアクシスがトップにポッピーを置くっていうところで、さらにディスエンゲージを強化してこうディスエンゲージカウンターっていうところで勝っていったっていうところもありますから、こう各チームが今後どういう風に構成を作ってくるのかっていうのも楽しみになりましたね。さあ最後の集団戦、ここフローレスずっと狙ってましたよね。なんかこう相手の隙を作る瞬間を狙ってましたね。ここでリコールを仕切ったっていうところもこうリキャップのディスエンゲージ能力を考えてだったんですが、いやここのテレポート、そこにまずワードがあったっていうところも驚きですね。2テレポートして RJ のこうディスエンゲージの要のアイノの RJ ってここで切れてしまうんですよ。でアジールフルフォーカスなんですが、これはゾーニアで対応っていうところで、このディスエンゲージがなくなった RJ、 アイノに対して3人でフォーカスを入れていくと、いやこの後ですよ、この後あー、まあこれがケイルですよね。いや夕日もめちゃくちゃいいインファーナムのダメージを出してますが、ケイルもすごいですね。なんでまあ本当にこう見るとその集団戦の中の内容というよりはそこまでの布石っていうところがいかに大事なんだなっていうのがよくわかる試合でもありましたね。いやこれ MVP 選ぶの難しいですよまあインパクトで、そうゲームのインパクトで言うとフローレス、まあ最後のきっかけも作ってましたね。ただやっぱり序中盤からまあ後半にかけてあの安定感で言うとやっぱりダイスっていうところも捨てがたいですし、レイファーキーも良かったですし、良かった。いや夕日も多分最後の集団戦ダメージすごいす出てると思いますね、はい。ルーザーも本当にルーキーってことを考えるとしっかりとエンゲージの仕事っていうのはこなし続けてましたし、まあ誰が取っても間違いはないなっていう感じの試合でしたね。そうですね。いやもしかしたら今日も長い一日になるかもしれないですね。なるかもしれませんね、はい。1試合目から45分ゲームとなりました。さあそれではゲーム MVP の投票、皆さんツイッターにて行っておりますのでぜひご投票お願いいたします。さあそれでは続いてゲーム2デトネーションオーカスインバスアクセスとなりますが、一度インターバルで失礼いたします。